無力構えの SCP-933-JP。対象は7番目に無力化されたもの。アイテム番号。SCP-933-JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。サイト、の提供井戸物品収容棒に、SCP-933-JP 実体が一つ保存されています。全国の SCP-933-JP 実体に似た特徴を持つすべての階段は、心理テストをクリアし、耐性訓練を受けた機動部隊に、11、足長鉢、により一時的な無力化が行われます。無力化にあたり、SCP-933-JP には地面と完全に繋がるようにはしごがかけられ、カバーで覆われます。近隣住民にはカバーストーリー、補修工事、で対応してください。また周辺に設置されている銘板は取り除き、回収場所の記録とともに保存してください。既存の SCP-933-JP は、担当者により監視カメラを用いて監視されます。SCP-933-JP-1 が発見された場合、対象を回収し、観察のため標準生物収容室に収容してください。対象は失踪者として処理されます。追加実験の提案がある場合は担当者に書類を提出してください。説明、SCP-933-JP は、どこへも繋がっていない、用途のない階段です。通常、電柱や壁に張り付くようにして、高所に設置されています。SCP-933-JP が異常性を発揮する条件として、地面より30センチメートル以上高い位置にあり、直線的かつ全長が3メートル以内。全体的な形状を損なう部品が付属していないことが条件であると、機能的に推測されています。また、SCP-933-JP から1メートル以内の地点に銘板が設置されています。銘板の記述を文書 SCP-933-JP に示します。建物の補修工事や増築により、偶発的に SCP-933-JP に似た異常性を持たない構造物が生じますが、以上の条件により区別が可能です。SCP-933-JP の設置者、設置意図は不明ですが、現在でも SCP-933-JP は設置され続けていると見られます。現在までに、点の SCP-933-JP が確認、無力化されています。ある特定の傾向を持つ人物が、直接目視により SCP-933-JP を認識したとき、その異常性を受けます。現在までの調査で、境界性パーソナリティ障害、PPD、あるいは、それを疑われる生活習慣の持ち主が、対象に当てはまることがわかっています。SCP-933-JP に暴露した対象は、共通して SCP-933-JP を、成功者の抜け殻、自分が慣れなかったもの、と形容し、嫉妬する素振りを見せます。以降、SCP-933-JP 暴露者を SCP-933-JP-1 と呼称します。SCP-933-JP-1 は異常な行動の前に、身辺整理を行います。聞き取り調査により、この行動は自身の死を予感していることに起因するとわかっています。しかし、むしろ SCP-933-JP-1 自身は前向きな思考をするようになり、未来への展望を口にするようになります。十分に時間をかけて身辺整理を終えた SCP-933-JP-1 は、以下のプロセスを経て、変態、します。さなぎの形成。SCP-933-JP-1 は、可能ならば鍵をかけられる、人目につかない場所に移動します。目的の場所に移動した SCP-933-JP-1 は衣服を脱いで座り込みます。その後、SCP-933-JP-1 は座り込んだ状態のまま表皮を身体から剥離させ、さなぎを形成します。剥離した表皮は SCP-933-JP-1 の身体から一回り拡大したところで緻密に硬化し、そのため液体が透過することはありません。以降 SCP-933-JP-1 は外界からの刺激に対し、極端に鈍くなります。表皮の硬化が終了すると、SCP-933-JP-1 は自身で生成した、削除済み、
酵素を分泌し、自らの体組織の9割を分解します。このプロセス中、呼吸に関わる肺と気管支などの器官と、ホルモン分泌を管理する脳幹と脳下垂体、また主要な筋肉は分解されません。分解された体組織は半液状化しており、流動的です。組織の再形成。体組織の分解が終了した後に、血管、心臓を含む内臓、骨格などの再形成が行われます。再形成される体組織は SCP-933-JP-1 由来であり、分解される以前の組織とは同一性が存在します。しかし再形成された器官は、傷や老化が見られず、完全に、新品、の臓器であるように見えます。これらのプロセスは完全変態性の昆虫、また胎児の発生に酷似しています。しかし特筆すべき際として、再形成される組織は形成位置がずれることがあり、他の臓器と癒着、接続していることが多い点が挙げられます。平均して1人の SCP-933-JP-1 に対して10箇所程度このような癒着、接続が生じるため、深刻な臓器の機能不全に陥ります。うか。再形成が終了した SCP-933-JP-1 は、うか、に入ります。SCP-933-JP-1 は身をねじり、背中側の皮を破り、外に出ることを試みます。皮は十分に硬いため、SCP-933-JP-1 が全身を引き出すには、5話か10分ほどの時間を要します。SCP-933-JP-1 は外皮から完全に脱した後、自身の変化を確かめようとします。自身が、変態、したことを確認した SCP-933-JP-1 は非常に満足した様子を見せますが、自身の臓器や器官の変調には気づいているようです。それでもなお、SCP-933-JP-1 は通常通りの生活に戻ろうとし、結果としてほとんどの場合、長くても1ヶ月程度で死亡します。SCP-933-JP-1 の言動から異常性はミーム汚染の一種であると考えられており、現時点では影響の除去には記憶処理が最も効果的な手段だと考えられています。未回収かつ死亡していない SCP-933-JP-1 の総数は未知のままです。回収記録 SCP-933-JP-1900 年以降、増加していた複数の同様な不審死が財団の注意を引いていました。死亡者は皆全裸で、服と貴重品の他には所持品はなく、自室や物置、貸コンテナといった場所で死亡していたため、当初は自殺だと思われていました。しかし、主な死因が臓器機能不全によるものであること、特定の地点に死亡者が集中していたことを足がかりとし、SCP-933-JP の収容に至りました。その後の調査で SCP-933-JP 実体が複数存在することが判明しましたが、現在まで回収された SCP-933-JP はすべて、夜間は街灯に照らされるように設置されていました3。回収された名板の記述より、設置者は日本国内を縦断しながら不定期に SCP-933-JP を設置しているのだと考えられています。不起。以下に実験記録を示します。被験者は SCP-933-JP 収容時の調査により、SCP-933-JP-1 になっていると確認された一般市民です。再形成の過程は CT スキャンで日に2回記録するものとします。被験者の死亡後の解剖結果、及び CT スキャンによるデータ、臓器それぞれの検査結果は、付属文書 SCP-933-JP を参照してください。データはすべて財団医療部門に送られ、臓器再生研究に役立てられます。実験記録 SCP-933-JP-A 京都、市、で回収。方法、SCP-933-JP に暴露した後の経過を観察する。結果、141時間で再形成が終了。その後対象は羽化を試み、滞りなく成功した。対象は脱水症状を訴え、インタビュー、検査に先駆けて一杯の水を要望した。要望は許可されたが、これにより対象の体調が急変、14分後に死亡が確認された。
対象の胃は肺と結合しており、水を飲んだことで自身の内臓消化が早められ、死亡に至ったと考えられる。考察。以降の実験において、対象への水を含めた全ての食品の支給を禁じる。対象が対話可能であれば、先にインタビュー及び検査を行うこととし、脱水症状は点滴で補うこととする。実験記録 SCP-933-JP-B 秋田県、市、で回収。方法。さなぎ状態の対象を、半分の位置で水平に切断する。切断面はプラスチックで覆い、二つの間を合成樹脂の柔軟なチューブで接続した。チューブには体組織が循環しないように、金属気流が入れられている。その後の経過を観察する。結果、上半分のみが再形成され、下半分は切断した直後から一切変化しなかった。138時間の再形成終了後、対象は羽化を試みたが、脆弱になっていたチューブとの接合面から上半身が脱落した。7分の後に死亡が確認された。考察。が脳下実験の前例を踏襲した。予想通り下半身の再形成が起こらなかったことと、CT スキャンからの記録より、再形成には体組織の循環が必要とされることが分かった。その後の実験にて、人為的に下半身に再形成を促すことに成功した。実験記録 SCP-933-JP-C。兵庫県、市、で回収。方法。発見当時、対象の身体は頭からまた下まで、垂直に切断されていた。状況証拠から、近くの工事現場から落下した金属パネルが屋根を突き抜け、対象を切断したのだと見られる。すでに半ば再形成が終了していたため、パネルが脱落しないよう固定し、経過を観察する。結果、対象の右半身、左半身どもに再形成が行われたが、それぞれ重度の臓器欠損及び機能不全が見られた。対象は再形成終了後の羽化の段階に入ると、突如暴れ出し切断面のパネルを外そうと試みた。試みは成功し、2分の後に死亡した。考察。臓器不全に陥っていながらも対象が羽化を試みたのは注目すべきことだ。SCP-933-JP-1 は昆虫とは異なり、外界からの衝撃に対して耐性を持つのだと予想される。対象の、こんなはずじゃなかった、という発言も興味深い。実験記録 SCP-933-JP-D。神奈川県、区、で回収。方法。さなぎ状態の対象の外皮を除去し、密閉可能な1m×1m×1m の直方体の可変形ガラス容器に詰めた。内容物は残存する期間に損傷を与えないようなるく攪拌され、すべて容器に収められた。また対象の体積減少に合わせて容器の幅を狭め、常に隙間が生じないようにし、経過を観察する。結果、対象の臓器や筋肉は容器に対して柔軟に形成され、欠損や機能不全は見られなかった。攪拌した影響として、それぞれの器官が通常とは明らかに異なる場所に形成され、対象の表皮は内部に、内臓のほとんどは外部に露出し、腕と足が胴体に埋没した状態になった。対象へのインタビュー記録をインタビュー記録 SCP-933-JP-D に示す。考察。体組織の分解が終了した時点で、ある程度形成される臓器の位置が決定しているのだと考えられる。任意の臓器を誘導する方法は現在研究中。インタビュー記録 SCP-933-JP-D。インタビュアー。博士、対象。実験記録 SCP-933-JP-D 被験者、被験者と呼称。ほい。対象の脳組織は分割され、飛び飛びになってしまっており、言動が非常に幼くなっている。記録開始。私の言っていることが理解できますか？できる、ます。あなたの身体が今どうなっているかわかりますか？わからない、苦しい。どのように苦しいのですか？息が、できない。体、動かない。動かないのは拘束されているからです。後で鏡を見せましょう。宙に浮いた階段を見た時のことは覚えていますか？うなずきと見られる動作。どう思いました？無がなった。そう思った。生まれ変わるんだ。そうしなきゃいけない。どうやってさなぎを形成したのかはわかりますか？知らない。やったらできた。
があったみたいに、気持ちよかった。ふかふかの、でも、寝てる、みたいに。昔のことは思い出せますか？よく思い出せる。でも、知らないやつ。今の俺とは、違う。違う。そうですか。ではこれでインタビューを終了します。まあ。はい、なんでしょう。俺はクールになれたか？記録終了。終了報告。対象は鏡にて自身の姿を確認した後、容器の外に出ることを希望した。希望は承認された。対象は歩行を試みたが、容器内で形成された組織は自重を支えるには弱く、床に倒れたきり動かなくなった。2分後に対象の死亡が確認された。文書 SCP-933-JP。以下の文章は SCP-933-JP の名板の説明欄に必ず書いてあるものです。名板の題字、設置日時の欄は変化しますが、この説明文のみ常に一定です。作品説明。現実を見ろ。お前らがいつも脇役なのはあれのせいな。その後、社な虚職を引き剥がせ。すべてを捨てて変わってみせろ。You are not cool yet, but you can become. そして虫けらのように死ね。